あ、ジグストがメリハリのある落としと考えると、ちょっとゆっくりめなふわっとしたフォーリング用にもう一本の強めの竿はライトテキサスでブルーフラットのノンソルトケーゼル、家で丁寧に直そうと思って忘れてたやつ、フックの感じのまんま切れちゃって、くっついてくれ。頭もついてね。もう割れてる時は割って間こう燃やしてジュッと、で水でちゃんと冷やす。はい、まあまあ治った。まあまあ治りのブルフラノンソルはライトテキサスでリグっておきます。いや、超よそ見してた。よいしょ。E5 いいんじゃん。うわ、やったぜ。はい、フルフラットのノンソルトに来ましたよ。今完全によそ見してたわね。ふわーっと、多分ノンソルならではの、多分ゆっくり誘ってくれていたんだと思うんですけど、気がついたら糸がもう、とんでもなく走ってました。うぅ、元気に上流バッツ、ね、で道具はロデオクラフトのホワイトウルフ17ポンドにグラビア16ポンドのフロロカーボンラインでした。じゃあね、軽くサイズ測ってこいつは逃がしてあげます。はい、サイズはまあ40あるなし。おぉ、雨も降り始めたんで、いいことありそうですよ。じゃあ頑張ります。はい、というわけで帰ってきました。改めてね、タックル説明なんですけども、これがですね、竿がロデオクラフトの
ホワイトウルフっていうね、最近買ってお気に入りで使っている竿なんですけども、7フィート近くあってですね、17ポンドクラスということで、この17ポンドの糸を使って、でギュイーンとね、あの竿を曲げ切ると一番調子いいよっていうね、そんな具合の竿なんですけども、それにグラビアスの、ギア比ね、真ん中の7のものに、16ポンドラインを入れてですね、投げ込んでいるんですが、使ったルアーがこれですね、ブルフラットのノンソルトっていうことで、これをね最近ね、どんな感じだろうって出てからね使っているんですけども、今回はこんな感じのね、ライトテキサスリグっていう感じで、こうフリーでね、仕込んであって、でこれがね、重さが 2.6g のシンカーですね。これにこんな感じの針ね、セオライズ、ガマカツのセオライズをくっつけて投げ込んでいるわけなんですけども、このライトテキサスによってね、パーって投げて重りが先行して入って、で本当ね、このねブルフラットのノンソルトっていうのが全然ね、通常のブルフラットと動きが違くて、やっぱノンソルトなんで、もうね下手したら浮くんじゃないかなってね、そういった感じでこうふわーっとねしてるんですよね。通常のブルフラット潮入りのものがね、あれ神がかった動きだから、それと動きの質が変わってしまったノンソルトはどうなんだろうってね、ちょっとね、通常の方が釣れるんじゃないのなんていう風にね思ってたんですけども、今回ね、上流域でこうバスの反応とかを見る限りですね、非常にノンソルトもバス好きだなっていうのを感じることができました。であとね、ブルフラットの一番好きなところが、加えてからなかなか離さないね、これがね、今回ね、動画でね、自分で見返してみていても、もうね、投げたらね、多分ね、すぐ食ってたんですね。で、もう加え込んでいたんですけども、それでちょっとよそ見をしていて、あれ糸走ってると思ってね、だいぶ経ってから合わせを入れたんですけども、多分ね、もうバス全然違和感感じなくて、これ餌ちゃんと食ったぜと思ってね、もうすごい移動してたんですよね。そんで後から気づいてがっつりこう合わせを入れたわけなんですけども、それが一番ねの性能じゃないかな。いろんなルアーね、動画で紹介するんで使ったりしてますので、じゃあ他どうなのっていうのね、あんまり釣れてないところ動画にしてないので、ただね、親っていうルアーはですね、こう魚が加えたらパッパってね、すぐね吐き出しちゃうんですよね。あれっていうね、今の一瞬で合わせ決めなきゃいけないのっていうね。だから例えばゲイリー山本のマテリアルなんかも、相当魚が好きな、なんか噛み心地、味とか、なんか塩が入ってるとか、いろいろあるのかと思うんですけども、もうほんとね、このブルフラットに関してはとにかくですね、魚の口の中にいるですね、滞空時間が長いというかね、だからまあそんなに自分で釣りは器用な方ではないんですけども、まあこういう使ってるルアーがそのオートマチックにね、ちゃんと仕事してくれるから、結果バスが釣れるっていうね、それはすごい感じるんですよね。こいつの素材が非常に優れているから、食うね、でちゃんと合わせるまでの時間をいただけてるっていうね、こんな感じかななんて思うんですけども、それがまあ例えば塩入りからノンソルトになったら、ちょっとそういった性の塩が噛んだら出てこないとか、なんかあんのかななんて思ってたんですけど、今回ね1日釣りしてみた感じだと、これもね非常に口の中にいる時間長いですね。なんかもぐ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 している、結果ね合わせに気づけるタイミングまでの時間をねいっぱいいただけてるな、なんていう風に感じました。というわけでね、ノンソルト結構至近距離でねパスンパスン打っていくとですね、こいつがもう自発的にノンソルト独特のですね、非常になんていうのかな、ゆったりとしたね誘い込みをしてくれるんで、まあね、これ 4.8 インチのものですけど、おすすめなんじゃないかな、すごい使いやすいですよ、なんていう感じで、動画にまとめてみました。というわけで本日の釣り子 TV はこちら、デプスのですねブルフラットノンソルトマテリアル、これでね、夏のいいバスが釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。